はーい。亀がすげえスピードで、ああバスがいたのにもったいない。おお、すごい。あ、でかいスクール登ってる。お、すごい。はい、浮きたるき浮かしとくだけ、イエーイ、浮きたるき。バスがもう避けるようになっちゃったな。どうすっかな。浮きたぬきの敵さ、ねえ、浮きたぬきの意味ないじゃんと思うんですけど、釣れちゃうんです。イエーイ、騙されちゃったね。ありがとう。ういうい、これが釣れるんですよ。これがね、どうしてもね、トップ釣れてない時ね、ちっちゃい重り大事。よいしょ、うん、よいしょ、よいしょ、またまた来ました。はい、ごめんなさい、また浮きたるきなのに敵さすりね、これよく釣れるんですよ。じゃあ逃がしてあげます。ありがとうさんね。えい、お作り。これね、ほんとね、よく釣れるのと、エラストマーだから何度も言いますが、壊れないね、全然ね、何匹釣っても
もね大丈夫なんでコスパいいっすよ。はい、というわけでね、最近使い込んでる北抜きだいぶね魚も釣ったんですけど、まだピンピンですね。エラストマー素材だからね、ほんと持ちがいいってね何度も言ってるんですけど、ほんと壊れないね。で浮いてるからなくなんないしね、非常にやっぱりコスパのいいルアーなんじゃないかなと思います。で動画の方はというとですね、トップ使いで、反応を得て、でね最近のお気に入りなんですけども、トップレンジで あんまり反応がないなと思ったらね、すぐさまねポケットに入れていた、バレットシンカーね頭にかませて、でそうするとですね、こうまあ沈むキタヌキになるんですけども、ただ通常のヤマタヌキを使っている時とはねまたね全然違う、なんかクイックで軽やかなね動きのミドストができるようになります。で、結構ねまあヤマタヌキ同じタイミングで投げてないから何とも言えないんですけども、浮きタヌキならではな沈めた魚がね、釣れているような気がするんですよね。まだまだねちょっと使ってみたいリグとか、まあダウンショットなんかもこれいいんじゃないかなとかね、あとフリーリグなんかでもね浮きタヌキね具にしたらいいんじゃないかなとか、いくつかね試してみたい、リーグがあるんで、まあでも一番ね面白いのはもう今の時期、ほんとねアフターも回復してきてトップウォーターで浮かせてチュ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 ってね、泳がしてくる、そういうパターンだと思うので、まあでもこれってね決めつけないでいろいろな浮きタヌキパターン探してみてはいかがでしょうかね。まあ自分はね最近、まあさっきも言いましたけども、これを竿につけていって、でポケットにね、いくつかバレットシンカーね、ポイってね入れておいて、瞬時にですね、トップレンジから中層から、まあねボトムはね1個あたり高いんであんまり狙いたくないんですけど、ただカバーとかに絡めてもね、まあ、釣れるんじゃないかなとね思っております。はい、というわけで本日の釣りコーティーではこちら、浮きタヌキを浮かべてみたり沈めてみたりね、魚がよく反応してくれたよってこういった動画でした。はい、釣りコーティーでした。また会おうぜ。